必要なものは私のスタンドである。彼は人の法よりも神の法を尊ぶ人間でなくてはならない。この言葉を私のスタンドそのものに傷として刻みつけておこう。友は私を信頼し、私は友になる。それが天国の時であろう。あとは天国への時を待つだけだ。マジでヤバすぎる。でも何も持っていなかった。赤ん坊なんてどこにも持っていなかったんだ。そう、ここを出るわ。案内して。お姉ちゃん、これ以上時間を無駄にできない。私、グリーンドルフィン島を脱獄するわ。そして父さんの記憶を読んだ今、ついに20年の意味が分かった。決めるのはあんただけど、一緒に脱獄しよう。分かってないよ、お姉ちゃんは。ウルトラセキュリティハウスユニットからなら行ける。沼に出られたわ。無理だよ。で、刑務所自体が監視みたいな。エンポリオ、次の新月っていうのはいつなの？いい度胸してるじゃないか。今すぐ止まれ！誰か呼んでこようか。さん、本体を倒せ。奴の名はミュウミュウ。その後、えい、答えなよ。なんであんた無視すんのよ。私眠ってたみたいでわかんないのよ。自分で自分の体に、うん、あ、ジョリーン、刑務所側医師はあんたが懲罰冒頭でのショックのあまり2日、私がここに戻ってから。早く元気になってね、ジョリーン。エンポリオまでは覚えてる。その後、その後、ミュウミュウって名前のやつ知ってる？その質問は初めてよ、ジョリーン。もう一回言ってクエス。どんなやつ？今食事に行くって言ってたわよ。そろそろランチの時間だから。そうだっけ？ホワイトスネークの正体は神父だったんだ。FF が突き止めてくれた。たっぷり飲めよ。ねえんなら邪魔だ。行け。どいたどいた。次。ボーニー何しに来たんだっけ？ジョリーン、それ私の弁当。どっかにメモっといてくれない？確かにグエスに食券渡したって。悪い、エンポリオなら何か知ってるかもしれない。それに脱獄も。さっき靴でゴキブリ踏んじゃってさ、気持ち悪くって。ドレッシングは嫌い？綺麗に拭かないとね。脱いで脱いで。3つだけの生活だ。だが記憶を全てなくすより始末が悪い。必要なことは何だ？大切なことは、忘れてはならないことは、これだけでいい。一つ開けとこう。コンセントを抜かないと漏電しているんだ。飲み水をこぼしてしまう。エンポリオに会え。今消してやったジョリーンの腕にそういう名前が書いてあった。俺は一体何を。逆に数字が分からなくなっただろうがよ。そのバカを追い出せ。それとこっちのは死にそうな雲だ。 GS ホイス。あの先は医療ボート。途中の階段にエンポリオの部屋がある。ほら、スタンドだ。どこだっけ、ここ。それに私が今追っていたやつは誰だっけ。いたぞ。あっちから来る監視、一人だったか。いや、そんなことより、プリントアウトだ。忘れてしまうから。4人以上は目では見えているのだが、お前の脳は記憶として受け付けていない。エンポリオ、
ジョリーンお姉ちゃんに伝えなくてはならないことがある。あれ、私何して。プリントアウトしなきゃならない。じゃないと永遠に忘れ去ってしまうんだ。プリントアウトすれば残る。私の顔と名前を見聞きしていたのか。スタンド、ストーンフリー。何！こんなところになぜ部屋があり。だがそんな熱い感情さえ、次の3つのことでお前は完全に忘れ去ってしまう。前に進まなきゃいけない時が来る。そして私にとっては、なんで僕は怪我を。僕の部屋にはプリンターもないのに。早く戻ってきてくれ。ここは、なんで私はここにいるんだ。少しだけ逃げろ。お前が射殺されるのは気分がいい。自業自得だからだ。あ、お姉ちゃん、いつからここに。あんたはエンポリオ。ストーンフリー。敵と考えていいのか。お前は敵なのか。ああ一体何が起こってるんだ。もしここに居続けるってんなら、そのまま部屋に戻って。よくやったぞミュウミュウ。物分かりがいいじゃないか。父さんのディスクはあるわね。ずっと持ってるよ。お前らひょっとして。はい、脱獄です。これからここを出るんです。私も連れて行きな。失礼ですが、ご気分でも。いや、少し疲れているだけです。何よこれ。私の意志を無視している何かのパワー。天国はやはりそこにあるようだ。